皆さんこんばんは、コバシャールです。今日はスキーウェアで登場です。コスプレで的なね、ところです。僕ですね、皆さん、まあ、ご存知の通り、まあ、ご存知かどうかわかんないけど、スキーバカなんですよ。まあ、年間ですね、まあ、土日はすべてそれに捧げて、冬の間ですね、35日から、まあ、だいたい40日ぐらいかな、40日間ぐらいは、雪の上に立っています、うん。はい、この重力に、逆らわずにですね、こう落とされるこのスポーツにですね、とても興奮を覚えたまま、なかなかこれに飽きることがないんですけれども、はい、冬は仕事も、そこそこにですね、たくさん滑走日数を稼ごうということばかり、ただ、やっております。はい、こんなあのどうでもいい話なんですけど、そうそう、皆さん目の前に壁が来るんですよね。いきなり壁の話か。壁、まあ、セッションだとかでね、そういった壁が出てきたらどうするんですかみたいな質問を受けるんですよ。それはね、その時によって答えることは全然違うんですけども、でもまあ主にね、目の前にあることっていうのは、なかなかね、面倒くさくって困ってね、大変で、いかんともしがたいようなものに見えるんですけど、結構ね、それはね、エキサイティングなアトラクションに、思える時もあるんですよ。まあ、僕はわりかしそう思う方なんですけども、その壁に向かってどうしようかって悩んでるよりも、壁が起きたのはもうしょうがないんで、壁が現れたのはね、その壁に対してどういう反応をするかということを心がけるようにしています。まあ、そのね、なんでわざわざそんな壁を用意したのかという、自分の内側にある概念だとかですね、定義づけに向き合って、探りを入れてですね、分析をするということももちろんいいと思うんですけども、まずその壁が現れた時にどういう反応をするか、大体の、多くの人はですね、パターン化されてるんですね。壁が目の前に現れました、うおーっと及び腰になるみたいな、はい、いうところなんですね。じゃなくて、壁が現れた、まあ、スライムが現れたみたいなもんですけど、壁が現れた時にいつも自分がこう反応してるというものを違う反応の仕方にするんです。例えばまず深呼吸をするとかですね、両手で平手打ちでですね、自分の顔をバチンと叩くとかですね、何でもいいんですよ。同じ反応をしたら同じような思考に陥って、同じようにドツボにはまるんです。はい、だからちょっとね、違う反応、今までの自分とはちょっと違いますよ、いや、壁さん何かご用ですかという姿勢で、ちょっと一呼吸を置いてから、反応して、自分の中で処理をしていくというふうな反応の仕方ですよね。いつも同じような反応をするんではなくて、その物事にちょっと違うこう向き合い方をするために、まず反応の仕方を変えるんですね。そういったことがとっても、効果的に働く、一つのですね、ワンステップになるのかなというふうに、はい、思います。はい、僕がですね、壁が目の前に現れた時にですね、どういうふうな対処をするか、まあ、どういうふうに向き合ってですね、どうやってこの急激な、まあ、急なですね、このシャドウをこなそうかというふうなことを考えて、スキーをしてるか、まあ、あんま関係ない話なんですけど、あの行きつけのスキー場にですね、壁っていう名前の斜面があるんですよ。それはね、
なかなかえぐい斜面で急なんですよ。急でアクセス車も入れないし、荒れてるしね。それでいて、まあ高専出てからもうギャラリーが見てくれる、そういうところでですね、僕は自意識過剰だもんですから、高いパフォーマンスをして、女の子にモテたいななんて思っているんですけれども、残念ながらスキー界に女性はあんまりいないんですけども、今ずいぶん減りまして、はい、まあでもとりあえず、まあ、小林がですねスキーやってる姿を、見せるのもいいかなと思ってですね、小林ある壁を滑るの巻き、どうぞ、まあ、あのくだらないことにお付き合い。ぜひ皆さんも、スキー場に遊びに来てください、はい、素で遊んでる僕がいます、はい、いつも遊んでますけどね。よし、じゃあちょっぴり告知させてください。そうそうそう、今週末の土曜日の満月の宇宙会議は、まあまあ参加者の方にですねお申し込みいただいておりますが、まだちょっと入れますので、よかったら申し込みください。はい、4月の4日土曜日11時から16時、まあ土曜日なんでね、あのそのままのんびりいただいて、それこそあの晩飯食ってていただいていいですよ、温泉もあるしね、うん、まあのんびりしていってください。宇宙会議は次は4月の4日の次は7月の2日木曜日です。はい、これもここです、岐阜谷組です。はい、あと新月アセンションの会は7月の17日です。ちょっと先ですけれども、はい、まあそれよりかこれか、あのそうそう、もう4月の話しないとね、4月の17、18、19で東京行くんですけれども、19日のワンデーワークショップはもう、定員いっぱいでございます。はい、でも17日の夜のですね、あの宇宙会議、宇宙塾かはまだ、いくらか空きがありますので、はい、ホームページからご確認ください。あと17日だったかな、あのまだ個人セッションは、枠が少しまだありますので、はい、東京行きますのでよかったら会いに来てください。はい、東京ってね、なんかね面白いね、ちょっとやっぱ楽しみですね、あのバカでかい都市、うん、まあ、あまりにこの辺が田舎なんですけど、はい、あと徳島県にその翌週4月の24日から26日にワークショップや講演や個人セッションで行きますので、この辺は、どっかホームページかなんかでチェックしておいてください。はい、あとは5月のね23日は岩王寺という、まあ、名古屋の、お寺があるんですよ。ワンネスなね、何でもありみたいなお寺で、あきらさんと一緒に、ライブ講演っていうんですか、なんかそんなちょっとね面白いやつありますので、はい、一応ね大麦の弁当が食べれます。大麦これからねちょっと注目、だなと思ってるんですけども、うん、米の時代が終わって大麦の時代を、呼ぼうみたいなね、なんかそんな思いもちょっとあるんですけれども、はい、なかなか面白いその企画でやれるんじゃないかなと。あきらさんはねすごいインパクトですよ、その
まずこんな人間二度と生まれることないだろうなというふうな珍獣ですから、そのライブ、行ったことない人はぜひですね、生で、もう生すごいあの人ね、うん、大勢の人の過去を一瞬にして癒してしまいそうなすごいパワーを持ってますから、はい、ぜひ遊びに来てください。そのアキラさんとコラボでちょっと講演をやらせていただこうかなというふうなことで話が今進んでおります。5月23日土曜日の願王寺西区、名古屋市西区です。はい、あと6月の6日は、宇宙とつながる壊しあるワンデーワークショップ、これもね願王寺なんですよ。これは6月6日土曜日朝スタートで夜の8時まで、しこたまやるんですけれども、まあね濃縮されてます。はい、昼食夕食過ぎて、まあいろいろ盛りだくさんで、しかもオプションで泊まれます。泊まって次の日も朝飯食って、まあ、どこまでやるんだと思うんですけども、はい、でもやっぱりね濃縮してギューッとね、そこに他の、どうでもいいような情報が入ってこない状態でですね、そういう意識の高い人たちと、時間をね共有するっていうのはやっぱね、目に見えないエネルギーっていうのはこう渦巻くんですね、うん、やっぱねこのワンデーワークショップが僕は一番好きです。はい、なんだろうね、あの場所がいいのかな、すごいんですよ。なんかね妙高閣、まあ、あの本堂もすごい建物だしね、うん、まあ、あんなとこでやれて本当幸せだなと思うんだけど、うん、これはね結構遠方からもね来るんですよ、うん、ぜひぜひ皆さん春からの小バシャールにご期待ください。冬サボった分ちゃんと挽回しますので、はい、ではこんなとこかな今日は。はい、じゃあ晩ご飯もう始まってるようなのでここらで、失礼いたします。はい、皆様、今日は4月の1日か、うん、新年度のスタートですね。はい、今年度も、愛とワクワクに満ちた日々をお過ごしください。では、はい、よし、下はね普通に朝のズボンでした。